のトラック種目は最終種目となります男子 1600m リレー決勝です。この種目の東海学生記録は3分5秒57、大会記録は3分7秒31。それでは順にチームを紹介いたします。第1レーン、愛知学院大学、園岡、梅津くん、三浦くん、神谷くん、安馬くん。第2レーン、横浜大学、井出くん、鈴木くん、市川くん、三輪くん。第3レーン、中京大学、山室くん、宮田くん、田中くん、中川くん。第4レーン、静岡大学、鎌田くん、久保田くん、高田くん、大田くん。第5レーン、経済大学、
5着、1レーン、大地学院大学、どうもありがとうございます。15秒25、6着、2レーン、駒大、3分15秒55、7着、4レーン、静岡大、3分16秒95、8着、8レーン、岐阜大学、3分19秒37でした。